皆さん、こんにちは。今回は阿部詩さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。可愛いと評判の柔道家、阿部詩さんはハーフだという噂があります。また、家族構成はどうなっているのか、両親はどんな人なのかということについて調べてみました。まずは、阿部詩さんのプロフィールを見ていきましょう。阿部詩さんは2000年7月14日生まれ、兵庫県の出身です。2016年、講道館杯全日本柔道体重別選手権大会52キロ級で3位、柔道グランドスラム東京52キロ級で2位となりました。2017年、柔道グランプリデュッセルドルフ52キロ級で優勝し、全日本選抜柔道体重別選手権大会52キロ級で3位、講道館杯全日本柔道体重別選手権大会52キロ級で優勝、柔道グランドスラム東京52キロ級で優勝と輝かしい成績を残しています。2018年柔道グランドスラムパリ52キロ級で優勝、全日本選抜柔道体重別選手権大会52キロ級で3位、バクー世界柔道選手権大会52キロ級で優勝、柔道グランドスラム大阪52キロ級で優勝しています。2019年東京世界柔道選手権大会52キロ級で優勝、柔道グランドスラム大阪52キロ級で2位という成績でした。2020年柔道グランドスラムデュッセルドルフ52キロ級で優勝しました。2021年柔道グランドスラムタシケント52キロ級で優勝、柔道グランドスラム火山52キロ級で優勝、東京五輪柔道52キロ級で優勝しました。さて、阿部詩さんにはハーフ説がありますが、調べてみるとハーフではありません。兄の阿部一二三選手もイケメンなので、ネット上ではハーフではないかとささやかれていますが、純日本人です。あれだけ綺麗な顔をしているのでハーフなのではないかと憶測する人もいたようです。顔のパーツがちょっと日本人離れしているので、一見ハーフと勘違いした人も多かったかもしれません。現在では目鼻立ちのはっきりした純日本人でもハーフに見える人も多く、外見で判断するのは難しくなっているようです。両親とも日本人でハーフではありません。阿部詩さんの家族は父、母、長男、次男、長女阿部詩の5人家族です。父親は阿部浩二さんといい、神戸市の消防士をしています。母親は阿部愛さんといい、神戸市内で喫茶店経営をしています。長男の阿部勇一郎さん、次男の阿部一二三さん、そして長女の阿部詩さんです。がっちりとした体格から、学生時代は柔道もやっていたのかと思いきや、柔道の経験はなく、小学生の時に競泳のバタフライで全国優勝しています。阿部浩二さんはもともと水泳の国体選手でした。だから体格がいいです。そしてなんと柔道の経験はありません。ですので子供たちは父親のアスリート魂を受け継いでいます。阿部浩二さんの子供たちへの熱い愛情が伝わってくるエピソードもあります。次男の阿部一二三が柔道を習い始めた頃、同学年の女子に投げられてばかりいました。そこで次男の阿部一二三さんは父の阿部浩二さんと一緒に練習して強くなりました。練習メニューは10キロのランニング、メディシンボール投げ3キロ、インナーチューブをこなしたようです。柔らかくしなやかな筋肉を作るためのメニューです。阿部浩二さんも二人三脚で頑張っています。家族の団結力は本当に素晴らしいものがあります。そして、氏という名前は父親がつけました。生まれた日は7月14日で、母親は数字の7にちなんで七海と名付けようとしました。しかし、父親はありきたりな名前ではダメだと考え、直感的に氏と名付けたそうです。氏という名前はなかなかありません。上の2人が男の子で、詩さんが初めての女の子だったことから、思い入れが違ったのかもしれません。そしてだから今でも仲がいいのでしょう。 XQTwitter で阿部詩さん本人が、父と私は仲良しですとつぶやいています。幼い頃女の子だからと父にピアノや水泳を習わされたのですが、
兄たちの影響で柔道にのめり込みました。阿部詩さんの父は次男の阿部一二三さんのためにトレーニングメニューを考案し、一緒にトレーニングを行いました。次男の阿部一二三選手が小学生で初戦敗退した時、阿部さんは父にトレーニングメニューの作成を依頼しました。阿部詩さんももしかしたら一緒にトレーニングをしていたのかもしれません。阿部一二三さんが中学生の時、父親と1日6時間練習したといいます。今夏のパリ五輪開幕まで26日で半年となりました。柔道女子52キロ級日本代表の阿部詩さんはサンケイスポーツのインタビューに応じ、男子66キロ級代表の兄一二三さんとの2大会連続での兄弟同日金メダル奪取に向けさらなる成長を誓っていました。花の戸で待ち受ける3つの壁を越えるため残り時間を費やすそうです。柔道の聖地日本武道館で兄と同日金メダルを成し遂げた東京五輪から3年、最強の兄弟が今度はパリを舞台に戦います。阿部詩さんが五輪開幕まで半年を迎えた現在の心境を明かしました。あと半年、早いなぁというのと踏ん張ろうという感覚、まだまだ突き詰めるところがたくさんあると述べています。東京五輪後の黒星は両肩手術の影響で棄権した2022年4月の全日本選抜体重別選手権準決勝不戦敗のみに終わっています。畳の上では全勝で歩みを進めてきました。昨年5月の世界選手権ドーハで一二三さんと3度目の同時優勝を達成し、揃ってパリ五輪代表に内定しました。世界のトップに君臨する23歳の女王に対し、海外勢のマークは厳しさを増しているといいます。それでも詩さんはライバルの対策より上回ることをしてきたと胸を張っています。得意技は袖釣り込み腰と内股ですが、寝技や足技なども磨きをかけてきた。昨年12月のグランドスラム GS 東京決勝、腰に不安を抱える中でも試合では初めてというコーチ狩りで一本勝ちしました。コンディションを 100% に持っていけることが五輪の日に重なるかって言われたらそうでもないと思う。 80% の状態でも 20% をカバーできるような技術や精神力は試合でしか身につけられないと慢心はありませんでした。マル秘の新技も3つ習得中ですが、五輪連覇へ万全の準備を進めているとしています。東京五輪で柔道は無観客開催だったため有観客試合の対策も考えているとのことです。フランスは競技人口が約56万人、約12万人の日本の4倍以上で国民的人気を誇っています。五輪本番は完全アウェーの状況が予想されます。2018年2月の GS パリ、当時兵庫宿川学院校2年の資産は地元フランス代表のアマンディーヌ・ブシャール、東京五輪銀メダリストを決勝で撃破しました。パリでの実戦はそれが最初で最後でしたが、当時の異様な雰囲気は今も脳裏に焼き付いているといいます。膝をついただけで観客からブーイングになって、指導指導指導の煽る声もすごかったと述べています。後半一瞬心がくじけそうになった時間帯があったと述べています。6年が経過し、実力と人気を兼ね備える世界的な柔道家へと成長しましたが、気が散らない集中力が必要でしょう。畳の上に立ったらコーチの助言など何も聞こえないのを想定して稽古から戦わないといけません。ブブゼラ、ラッパのような楽器や大音量で音楽をかけるとか、エキストラさんを用意していただいてとかと気を引き締めていました。五輪前最後の実戦と捉える今春の国際大会以降に機会を作りたい考えのようです。半年後、エッフェル塔近くのシャンド・マルスアリーナの畳に立ちます。出番は大会3日目の7月24日、東京五輪では先に優勝を決めた詩さんが一二三さんの決勝を見守ったのですが、パリで共に決勝に勝ち上がれば順番は逆で兄から妹になります。詩さんは2019年の GS 大阪で一二三の後に挑んだ決勝で敗れました。その相手はパリ五輪でも最大の宿敵と目されるブシャールです。兄弟で優勝してサンスポさんの一面を飾りますと詩さんは述べています。日本勢では冬季も含めて史上初となります。
五輪2度目の兄弟同一大会金メダルへと紙面は報じますが、花の戸で3つの壁を乗り越え、パリ大会における柔道界のヒロインは彼の前で畳の上では見せない笑顔を引けさせました。昨年の12月4日昼頃、閑静な住宅街にあるマンションの前に1台の高級車が停車しました。ほどなくしてマンションから一人の小柄な女性が姿を現します。東京五輪の柔道女子52級で金メダルに輝いた阿部詩さんでした。彼女を一躍有名にしたのが2021年の東京五輪です。兄一二三さんと共に史上初の兄弟同日優勝を遂げ、紫綬褒章も受章しました。天真爛漫な笑顔から日本一可愛い柔道家と呼ばれ、インスタグラムのフォロワー数は30万人を超えますと全日本柔道連盟関係者は述べます。詩さんは12月3日に行われたグランドスラム東京に出場。決勝はコーチ狩りで一本勝ちを決め、ここでも兄弟揃っての優勝を果たしました。快挙達成の翌日もいつものように朝練に向かった詩さん、昼前に帰宅すると前日のように迎えに来た高級車の助手席に乗り込んだのです。詩さんを乗せた車が向かったのは近所のドーナツ専門店でした。もしかしたら兄の運転で快挙達成のお祝いでもするのかと思いきや、運転席から降り立ったのは一二三さんではなく山田孝之にのワイルドな男性でした。二人はドーナツを購入後、首都高へ指令が下ります。2時間ほど走った後、パーキングエリアによると土産店に入りました。店内で商品を手に取る間、詩は実に幸せそうな笑みを浮かべている。来たりと寄り添う二人からはその親密さがうかがい知れます。詩さんが大会や練習の疲れを癒す間も惜しんでドライブデートに行く相手は一体何者なのでしょうか。彼は都内の有名美容室で働くトップスタイリストで、テレビでも取り上げられる A さんです。有名人の客も多く、予約は常に埋まっているカリスマ的存在の人気美容師です。詩さんの8歳年上で、交際期間は1年半ほどとしています。きっかけは兄の一二三さんでした。サイクリングを満喫するなどアクティブな休日を過ごす2人の様子や、来年のパリ五輪後の結婚の可能性について商報しています。さらに有料版でも複数の写真を公開しています。気になる方は見てみることをお勧めします。いかがだったでしょうか。今回は阿部詩さんについていろいろと調べてきました。阿部詩さんの彼氏についてまずはリサーチしました。彼氏がいてもおかしくありませんが、今のところしっかりした熱愛の情報はありませんでした。ただ週刊誌で報じられた通りであれば、順調に愛を含んでいると予想します。また阿部詩さんはハーフであるのかどうかや、家族構成、両親はどんな人なのかについて調べてきました。阿部詩さんのご両親は兄弟で金メダルを取れるような素晴らしいお子さんを育てられた、本当に素敵なお母様とお父様だと改めて感じられました。二人ともこれからどんどん強くなっていくに違いありません。日本柔道界最強の兄弟としてこれからも頑張ってほしいものです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。